ウルフシネ神社宮司の中森と申します。今日は参拝の仕方について、私がまず見本を見せながらご説明させていただきたいと思います。プロに聞けワンツーハウツー。神社に着きましたら左足から登ってきていただきます。水車の前に来ましたら右手で尺を取り水を注ぎ、そして左手、そして同じ水のままで右手、そしてもう一度右手で持って左手に作って火をすくい、そして手を洗い尺の柄を払って戻します。真ん中を通らずに左端を取って少し会釈をし、そして左足から出ていただきます。当社では、鈴がありませんので、もうそのままお賽銭を入れていただいて、そしてまず整立直立していただいて、そして二礼、そしてまず少し引いていただく、そして一礼、これで参拝が終わります。感謝と、それから皆さん方のこれからの新しい年を迎えて健康で、そして元気に、頑張っていただけるようにお参りいただけたらありがたいなと、お帰りに思います。